ジョージア州はアメリカ建国13州の一つとして知られ、アトランタ市はその州都です。アトランタ市での会長の1日のスケジュールを追ってみました。ジョージア州立大学校内にあるモアハウスカレッジ。そこを朝一番に訪れた会長ご一行は、グリークラブの学生たちの美しいコーラスの歓迎を受けました。アトランタは黒人運動に身を捧げ、凶弾に倒れたキング牧師が生まれた土地です。笹川会長はモアハウス大学を出ると、キング牧師記念教会を訪れ、お父様と親しく話を交わされました。暴力平和のためにキング牧師のお父様と笹川会長のお年がくしくも同じということから、健康談義、そして食べ物のことへと話が弾みました。記念教会の隣に祀られた故マルチン・ルター・キング牧師のお墓に、笹川会長は花を捧げ、その生き方に深い共鳴をお示しになりました。それから会長はアンドリュー・ヤング、アトランタ市長を訪ねられました。会長は元国連大使を務めたヤング市長のこれからに大きな期待を抱かれているようでした。正午、アンコックス・チェンバー大使の指定の昼食会に招かれ、ジョージ・ハスビー、ジョージア州知事などアトランタの著名人と2時間余り歓談されました。昼食の後、チェンバー邸に隣接する知事公邸を訪問。
邸内を見学された会長は公務のためヘリコプターで出かける知事を親しく見送られました。夕方は CNN テレビ局へ。三大ネットワークをしのいだといわれるケーブルニュースネットワークの対談番組で、日米経済問題への鋭い質問に誠意を持って答えていらっしゃいました。アメリカの方が言われている。これが笹川会長の今回訪米中の平均的な1日のスケジュールです。サンキュー。